ブリストル級防護巡洋艦は、イギリス海軍の防護巡洋艦の艦級で、本級の基本設計は、タウン級系巡洋艦の原型に当たるために、本級は、タウン級のサブグループの一つに分類されている。本級は1908年度計画により5隻が建造された。従来の航続性能の低さから、行動範囲の限られていた、偵察巡洋艦と異なり、本級において、 外洋での悪天候下の航海に耐えうる高校性能と植民地まで貿易航路を保護する航海のできる航続性能を合わせ持つ比較的大型の約4800台の排水量を持つ防護巡洋艦として防デシア級を基本として改め設計された。しかし、この時点においても防御面で減速走行を持たず敵弾による被害を石炭庫で防御する設計は 変わりはなかった。本級は官名に都市名を名付けられたタウン級の第1グループにあたる。1914年に取られた入滑するボン級の船体は単船主郎型船体を採用していた。艦首は垂直に切り立った艦首から中央部に主砲のマーククシー 15.2cm 速射砲、お棒立てのついた単装砲がで一機、 環境と短脚式の全部マストが立つ。等間隔に並ぶ4本の煙突の原則は関西堤置き場となっており、関西堤は2本1組のボートダビットが片元3組で計6組により運用された。左右の原則甲板上に複方として 10.2cm 速射砲が棒立てのついた炭素砲がで片元5機ずつ計10機が配置されていた。 装備位置の低い減速砲は波浪に叩かれることが多く、波よけ板が取り付けられていた。甲板一段分下がった箇所で見張り所と後部マストが立ち、後部甲板上に 15.2cm 手法が、後ろ向きに1機が配置された。本級の武装、装甲配置図手法は、マーククシー1906年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は、 重量4 5 3 6ラムの砲弾を、行角15度で1240メートルまで届かせられる、この砲を単装砲がで2機を搭載した。砲がの不行能力は、行角13度、不角のなどで、旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分後から7発である。1917年に取られたリバプール副武装としてマークベヨーイ1908年型1 0 2トル速射砲を採用した。その性能は重量1 4 0 6ラムの砲弾を行角15度で1 6 1 0ルまで届かせられる。 この砲を単素砲賀で10機を搭載した。砲賀の不行能力は、行角15度、不角のなどで、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分6から8発である。他に近接火器として、 ビッカース1900年型マーク I4.7cm 速射砲を採用している。1.5kg の砲弾を行角12度で 5120m まで到達できた。単装砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。不行は行角30度、不覚5度で発射速度は毎分25発だった。 これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として45センチメートル、魚雷発射管を単装2機ずつ装備した。1917年に取られた、グロスターボン級は、ヤーロー式石炭、重油根虫水管管12機とパーソンズ式、直結タービン4機4軸を組み合わせて、最大出力 22000SHP。 最大速力25ノットを発揮した。なお、ブリストルのミタービンは、ブラウン・カーティス式2機2軸だった。本級のボイラー配置は、ボーデシア級を踏襲しているために4部屋に分かれており、機関配置は、第1次大戦前の防護巡洋艦と同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。 一番ボイラー室に2機、二番ボイラー室に4機、三番ボイラー室に4機、四番ボイラー室に2機という割り当てであった。ボイラーからの排気量が異なるために4本煙突で、前後の一番4番に煙突は、再建で2番3番煙突は太かった。ありがとうございます。